はい、えー、今回、岸田総理の増税案に、まあ、難色を示した高市早苗大臣だったんですけども、なんですかね、岸田総理の初恋の人が、高市早苗大臣、これ似ていたというね、噂があったりなかったりするわけですけども、まあ、それはことを置いといてですね、まあ、防衛費の財源、増税ということで、一週間、これ、本、悶着してたわけなんですけども、どうも決着に向かったようですね。 防衛費増額のための増税をめぐり、自民党の税制調査会は15日、財源となる3つの税目を組み合わせる案を了承し、対応を税調会長に一任することを決めたということで、結局、私たちは分取られる一方でございます。えー、岸田首相が増税の指示を検討してわずか1週間で決着するまで何があったのかということですけども、まあ、岸田総理がね、こうやる、ああやるって決めたらそれがもう結局決まってしまうってことなんで、まあ、某君が国を司ると、 まあ私たち国民はですね、ひどい目に遭うばかりということが分かったということで、まあ初恋の人に似ていたの、のんくな話題をやってる場合じゃないなというふうに感じたわけでございます。